はい、はじめまして。皆さんこんにちは。三つ国トレッドと申します。今日は僕の愛車とカスタムした箇所を含めて説明し、紹介していきたいと思ってます。それではこちらです。じゃーん、こちらでございます。モンキー125、キザル、イエローモンキーです。まず一番最初にカスタムした箇所っていうのは、私の場合仕事とかなんかでも使っているので、大量に荷物を運んだりするので、できれば大きいバッグを乗せたかったので、このバッグにしました。まあちょっとミリタリーテイストなものが入っていて、かっこいいなと思ってこれを購入したんですけれども、重さ的には 9.3 キロぐらいあって、55リットル入る仕様になってます。で、このキャリアなんですけども、キャリアは15キロまでしか乗せられないっていうものなんですけれども、これで 9.3 キロぐらいあるので、乗せられるのは5キロぐらいかなというような感じであります。はい、それでは中身を開けていきます。じゃん。まずですね、結構広いです。フルフェイスのヘルメット一つ入れて、それ以外にもスペースがあるので意外に広いです。で、ここに書類とかなんかちょっと入れられるものがついています。内装もね、中身の方も意外に豪華かなと思います。ヘルメット2つは入らないですね。で、このモンキーの車格にしてみれば55リットルっていうのはちょっと大きいんですけれども、自分の感想として言わせてもらえれば45リットルの方が合うかなとは思います。今まで乗ってきたんですけれども、重いせいでだんだん後ろにこう傾くような感じになってきちゃったかなっていうのがちょっと感想ですね。次はですね、シートの紹介になります。このシートは自分このバイクにまたがった時に若干足つきが悪くて、かかとの方が浮いたような感じになってしまったんですが、自分170センチあるんですけれども、これまたがってみると今は変えたので、まあベタつきするんですけれども、もともとは若干ノーマルのシートだとこれぐらい浮いた感じになったんですわ。次はですね、ハンドルの紹介になります。ハンドルは正直言います、ノーマルです。ただノーマルにバーをつけて、携帯、まあナビとかなんかを使うので、これをつけました。それでこのハンドルなんですけども、自分が乗ってた時に、まず感じたのが、若干低いなっていうのを感じました。ので、シートを変えたことによって、若干ハンドルも上がったんですけれども、まだそれでもちょっと低いなと思ったので、本当は 2.5 センチアップのハンドルも買ったんですけれども、なぜこの配線類がぴったりに作られているので、そのハンドル入りませんでした。ので、このハンドルをどうしたのかというと、角度変えました。もともとこれぐらいの角度だったのをちょっと若干上げてみたら、ちょうどいい感じになりました。次カスタムした箇所はこちらになります。エアクリーナーです。僕がこのモンキーで一番嫌いだったところ、それはエアクリーナーだったんですね。あの黒のもっさりした感じが嫌いで、何かいいのないかなと思って探したらば、これが出てきました。ウィルズウィンのエアクリーナーになります。で、このエアクリーナーの特徴なんですけれども、ここに説明書に書いてあったのをただ差し込んだだけなんですよ。なので、ここから雨が入ってきたりとか、余計なゴミとかなんかが入るかなと思って、ここを全部シールで埋めました。ここ。次にカスタムした箇所は、レバーになります。ブレーキレバーとクラッチレバー、交換しました。それですね、まあ、黄色ということで、ちょっとゴールドが入ってる、かっこいいものを入れました。で、このモンキーのクラッチなんですけれども、最初自分が乗って2000キロぐらいまでは、正直言うと、一足に入りにくかったです。ずっと乗ってて調整してたんですけれども、なかなか一足に入ることがなくて、ずいぶん苦労したんですが、今どういうような状態かっていうと、普通のバイクだと、クラッチの遊びっていうのは、だいたいこれぐらい、多少つけるぐらいが、いい感じなんですけれども、このバイクの場合、クラッチ、遊びここまであります。こんなに遊びあります。ここ当たってるんで、もうちょっと向こうに行くはずなんですけれども、結構遊びがあります。クラッチ切れる部分っていうのはこれぐらいしかないんですよ。これちょっと皆さん参考にしていただきたいんですけれども、一足に入らない、ニュートラに入らない、ギアが入りにくいという方、自分で調整してみてください。これぐらいです。クラッチ、入る感覚っていうのは。ずいぶん手前の方になってます。次に紹介するところは、このヘッドライトカバーとナックルガードになります。
キャリアバッグを変えたことによって人と違う部分を変えたいなと思いまして、ちょっとミリタリーチックな、ちょっとオフロードチックな感じに変えようと思って、ナックルガードとヘッドライトカバーをつけてみました。それによって随分オフロード感が増したバイクになったと思います。それでですね、このライトなんですけれども、もともとのノーマルの状態っていうのが結構暗いです。夜田舎の道とか何もライトのないような道を走ってると結構暗いので、今後はフォグランプかなんかつけてそれを対策していきたいなと思うんですが、ヘッドライトカバーをつけたことによって暗くなったわけではありません。もともとは暗いです。これぜひこの辺も参考にしてみてください。はい、ナックルガードの方はですね、まあこれは汎用品ということで、まあ中国製の安いやつを買ったんですが、質感は結構最悪です。でもまあ形的に気に入ってるので、これでいいかなという感じです。はい、そして最後はですね、このマフラーになります。マフラーは何といっても皆さん憧れのアクロポピッチのマフラーを入れました。で、アクロポピッチのマフラーを入れるにあたって、自分も動画の方をちょっといろいろ確認してみたんですが、どうも音質はわかるんですが、音量が全然わかりませんでした。それではエンジンかけます。いいね、でかスイッチ入れます。このね、目がパチパチしてるところがめっちゃ可愛いですよね。はい、それではこれからちょっと自分の住んでる中野周辺をちょっと探索しに行ってみたいと思います。レッツゴー。